えー、法学部の、えー、三浦先生に、えー、ご講義いただきますそれではよろしくお願いします皆さんこんにちはようこそ中央大学へ、えー、法学部の三浦と申します、えー、いかがですか皆さん中央大学 えー、今回のオープンキャンパスも、まあ、そろそろ終わりに近づいていますけれどもいろいろとご覧になりましたか、えー、広いでしょ中央大学、えー、キャンパスも広い、えー、教室も広いなんでこんな天井高いんだろうと思いませんか。 えー、私も、えー、30年くらい前あのそちら側に座って、えー、授業を聞いたりしておりましたけれども、えーまあ、当時はそんなに意識してませんけどあのこんな広い教室がいくつもある大学なんてそんなないですよね、えー、なんとなくこう気分がのびのびとした感じで、えー、生活してたのかなと。 というふうに今にして思ったりします。えー、さて、えー、今日ですね、えー、この天井の高い教室でお話しさせていく内容について、えー、法のルールの発展というタイトルをつけました。題材は株式会社。 株式会社の話について、関連する話についてお話しいたします。最初にどんな話なのか、ある事件を例に話をしてみたいと思います。お手元のレジュメ B4 サイズの表裏1枚のものがありますけれども、まあ、あの1はじめにというところには何も書いておりません。 えー、最初の方はあはお手元のレジュメではなくて、えー、スクリーンの方をに注目して、えー、いただきたいと思います、えー、それから、あのー、株主とか、えー、何パーセントとか、えー、いろいろ出てきますけれども、あまりそういうことにはこだわらなくて構いません、えー、ざっくりイメージいや、どんな事件なのか。 ということをイメージすることを心がけていただければありがたいというふうに思います。さて、株式会社ですね、株式会社の下に株主総会というのが書いてありますけれども、株式会社には株主と、 こういう人たちがおります。えー、緑の顔で、えー、まあ何人か写ってますけれども、株主、株主が何者かということは後でお話ししたいと思います。さて、えー、株式会社では株主が構成する会議、株主総会という会議を開きます。えー、株主総会まあ普通は年に一回。 ですけれども、まあ株主総会というまあ会議がある。えー、そこで、えー、大事なこと柄を決めていくんですが、その一つに経営者を選ぶということがあります。えー、ここではまあ経営者と書きましたけれども、まあ取締役ですね、えー、名前を聞いたことがあるでしょう。 取締役とかあるいは代表取締役社長といったようなそうした経営者を選任していくそれが株主総会が決める大事な事柄の一つなわけですさてある事件というのはここ。 真ん中、フジテレビと書いてありますけれども、フジテレビが株主である会社に関して起こった事件です、同時に36%とも書いてありますが、ここはまあ、えー、結構大きな数字なんだなと思ってくれれば、まあ、今のところは構いません、フジテレビが36%の株主である会社について起こった事件です。 まあ今、この状況では何も起こっておりません、えー、経営者は株主総会で選ばれます、さっき言ったように、なので、えー、まあフジテレビと経営者は、まあ、フジテレビがまあ大きな力を発揮して経営者を選んでいますので、い、えー、わばこのフジテレビ、株主とあそこに書いてある紫の経営者は、通通の関係、仲がいい関係という状況なわけですね。さて ところがですねそこで、えー、向こう側一番右側の株主ですけど42%の株主というのがあ突然現れましたそして、えー、最初は、まあ、フジテレビと42%の株主も、まあ、なんかこううまくいくのかいかないのかけん、えー、制し合いながらあまあいたんですけれども まあ42%もーまあ持っている株主なのでえまあ株式会社、株式会社はこれは実は日本放送、ラジオ局のね日本放送なんですけれども、日本放送の経営者にもいろいろ言いたいことがあるとこういうような状況になってきて、とうとうお決裂してしまった。 えー、赤い顔になってます、まあ、どっちも赤い顔だったか分かりませんけれども、まあ、今は42%の方を赤い顔にしてあります。そうした中で、えー、要するにフジテレビと赤い顔の株主が、まあ、あまりいい状態ではない、経営者はフジテレビと通ツー,ツーの関係だという中で、えー、この経営者が、まあ、あることをしようとした。 ある,行動に出たある行為をしようとしたんですね、それに対して、えー、この赤い顔の株主が、その行為をやめろと、差し止め請求と書いてあります、差し止め請求というんですけれども、やめろという請求をしていった、そういう事件なんですね、で、これはあ裁判に持ち込まれました。 ある行為をやめろという差し止め請求赤い株主の差し止め請求に対して裁判所はどのような判断の仕方をするのか裁判官は一体どういうところに目をつけてどういうふうに判断していくのかそういうことについて今日はお話をしてそのことを通じて法学部での勉強 というこことについてもまあ知ってもらいたい、そういうことでえお話をさせていただきたいと思います。さて、ちなみにっていうことですけど、もうあのフジテレビ日本放送と出てきたら、思い当たる方も何人かいらっしゃるかもしれない、7年ぐらい前に起こった事件です。 毎毎日毎日テレビをにぎわしておりましたこのね、フジテレビの方も、赤い顔の人も、ほぼ毎日のようにテレビに映っておりました、えー、この人ですね、えー、見覚えあるんじゃないでしょうか、えー、あんまり長く映すと良くないかもしれないので、えー、ここでやめておきますけど、この方が、えー、裁判所に対してやめろと。 うういいい請求をしていたという事件ですさて、えー、それではあの裁判官の判断、目のつけどころという話に、まあ、行くんですけれども、まあ、その前に、えー、基本的な株式会社の仕組みについて、えー、予備的に、まあ、皆さんに知ってもらおうということで、えー、2のところに入っていきたいと思います。 レジュメの目次の2番は株式会社の仕組みと書いてあります一応大きく分けて本日は2つの目についての話をしましょう1番目は出資と書いてあります2番目は株主の発言権と書いてありますこの2つの点について株式会社の基本的な仕組み についてまず、えー、知っておいてもらおうということですね。さて、えー、出資の方から参ります。えー、株式会社はあ財産を持っている。まあ、これはお分かりだと思いますけど、財産があります。株式会社の財産はだけど、誰かが出した財産、誰かがお金を出して、それが株式会社の財産。 になってるんですねそのお金を出した人、まあ、先ほども出てきました、えー、株主、まあ、大きい顔からちっちゃい顔までありますけれどもお、たくさんのお金を出す株主もいれば、少、まあ、額のお金を出す株主もいる、えー、いろいろいるわけですけれども、えー、株式会社に対してお金を出す。でえー、こののお金の出し方は 株主さんたちは返してもらわなくてもいいよというお金の出し方なんですね。返してもらわなくてもいいよ。返してもらわなくてよくてどうしてお金出すんだろう。人が株主になる理由はまあいくつかあるんですけれどもそのうちの一つがえ儲かったら配当してねという理由です。会社が 経営をして儲けが出る儲けが出たらあその分、えー、配当に回してねだから、えー、返してもらわなくてもいいお金の出し方をして、えー、配当を、まあ、受け取ることを、まあ、目的とするそういう理由も、まあ、あるわけですそこで、えー、そうしたお金,の出し方をお金の出し方を出資といい株式会社に対して出資をした人を 株主と言うんですね、えー、さっきのフジテレビもおそういう株主の一人なわけですさてまあ,あ出資のどれだけの出資をしたか顔の大きさで測れるわけではありませんので、えー、たくさんお金出したら顔が大きくなるってわけではありませんので、えーまあ、同じ大きさの顔にして、えー、実際にじゃあ出資のどれだけのお出資をしたかお金を出したか とということをどういうふうに測るのかここで株式会社の場合は株式会社ということですので株式この緑の四角一つ一つ株式と思ってください株主がお金を出す出資をするそれと引き換えに会社は株主に対して株式を発行するんですね。 そして、その向こう側からあ、まあ、8株、5株、4株、3株のつもりですけれども、その会社が発行する株式を何株、その人が持っているのかということで、どれだけの出資をしたかということを測る、そういう仕組みになっているわけです。 8株5株4株3株ただこうやって何株企画がしにくいそこで普通は全体に発行している全体で発行している株式の数に比べてその株主が何株の株式を持っているのかという割合で評価することが普通ですねこの会社では全体20株 ですから、8株の株主は40%の株主だということになる、それぞれ25%、20%、15%ということになるわけです。えー、さて、えー、そこで例えばあ、利益を配当をしてねと、儲かったら利益配当してねとういう場合、まあ、会社が利益配当をするときには、 今度は会社から株主に、まあえー、典型的にはお金が配当されるんですけれども配当額全体のそれぞれ40%、2十五5 20%、うんえー、20 15%を受け取るという形になります。要するに <laughs> どれだけお金を出したかということの割合に応じて、利益配当を受け取る額が決まってくる、それがまあ一つ。<laughs> さて、次にもう一つ重要な側面の方に話を進めましょう。えー、同じ会社の話で、株主総会で経営者を選ぶと。 ということなんですが、えーこ,こ,でえー、ここでもです、ねえー、株主総会で、えー、物事を決めるときに40、40%の株主は、まあ、40票をいわば持っている、えー、25%の株主は25票を持っている、全部100とするとです、ねえー、20%の株主は20票を持っている。 そういうふうに持っている株式の数に応じて何票行使できるかが決まってくるというわけです、えー、これもまあ何株いくらお金を出したかに応じて決まってくる、えー、とレジュメのですね、まあ、あまり書いてないですけど、えー、表側の左下株式会社の仕組みというところに今お話をした二つの側面 えー、会株主が会社に対して出資をしている割合に応じて、配当を受け取る額や、株主総会での発言力の大きさが決まると書いてあります。えー、こうした、まあ、2つの大事な側面がある中で <laughs> まあ今日の話は、後、え、者、ー、の方ですね、株主総会での発言力の大きさが決まるというふうの,いう方のお、まあ、話に関わってきます。さて、今、ここ、まあえー、とりあえず4人、株主がいて、まあ、なんとなく仲良くやっているということですけど、これがもし、えー、真ん中の2人が、 どうも最近面白くなさそうな顔している、経営者のやっていることに不満をたらたら述べている、他の2人はまだまあいいんだけど、真ん中の2人はどうも険悪だというような状況が起こることもしばしばあります。するとと今なんか本当はもっと 動きがあるはずだったんですけど、と飛んでしまいました、えーまあ、まとめると、まあ、赤い株主は、まあ、向こう側に、仲い、えー、い株主はこっち側に、えー、まとめてみると、まあ、こんなふうな状態になってしまうわけです、えー、そして、傾、え、斜、ー、とうまくいってない方が40%、仲良くいってる方は60%というような状況になってしまうこともあり得る。 さて、ここでですね、仮に、仮に、仮にですよ、えー、この3株の株主もだんだんおかしい険悪なムードになってきたとしたら、これ、どうなりますあここもアニメーションが飛んでしまいました。 えーまあ、向こう側の陣営に入ってしまうとなると、えー、赤い顔の株主が60%、えーとまあ、従来からのお、まあ、仲いい株主は40%ということになって、えー、過半数が向こう側に行ってしまうことにもなるこれは経営者にとってはあまり面白くない、えー、困ることですね。 要するに株主総会で自分たちは選ばれるわけですから自分たちと仲が良くない人たちが過半数を占めてしまうっていうのはあまり面白くないわけですそこでえーどういうことを考えるかまあこうしたパターンも中にはあるよというのはえー 新しく緑の顔が出てきましたけどもまあこの今だもって緑の株主これ今まだねあの三株の株主が向こうに行く前もうあらかじめ手を打っておこうということで三株の株主はまだ仲いい陣営にいるうちに別の人を見つけてくるでまあ経営者とかねあるいはこちら側の緑の株主と仲のいい人を見つけてきて そして、えー、この人に株式、今これは5株ですけど、5株の株式を、えー、発行しようと、株式発行。えー、この、ね、新しい5株の株式の発行を受ける人はもちろんお金を出すんですよ、出資をする、出資をする代わりに5株の株主になると。 こういうふうなことをすると、これ、どうなりますか、えー、60%、40%というまあ比率になって、えーあ、ごめんなさい、60%、40%の比率が5株増えますので、えー、こちら側は64%、あちら側が36%と、比率が下がって、こっちは上がると。 いう形になると経営者としては少し安心だということになる実はこの比率になると3株の株主が顔が赤くなって向こう側に行ってもまだこちら側過半数は保てるんですねそういうわけで、えー、まだちょっと安心だとこういうふうな状況にもまあなるこうしたことが行われることがあるんですさてここでだけど 疑問おかしいなっていうことになりませんか、えー、株主に選ばれる立場であるはずの経営者が選ぶ株主たちの勢力関係を変えていいんだろうかとずるじゃないかとこんなことを許してていいのと 思いませんかえー、そこで三レジュメの3のところに入っていきましょう、えー、法律上どのような問題になるのか、えー、どのような問題になるのかまずどういう法律の問題になるのか 今日は会社法という法律で問題になる問題を取り上げました会社法という法律があるんですねこの会社法が問題になるんですが会社法上のまず原則としては新しく株式を発行する さっきはね、5株を新しく発行しました。新しく株式を発行することは、経営者の判断で可能なんですね。まあ、えー、もう今日はざっくりしたお話ですけど、えー、経営者の判断で原則として可能です。新しく株式を発行することを新株発行と言います。えー、この後も新株発行という言葉は使います。 えー、新株発行をすることは経営者の判断で可能だそして誰に発行するかも基本的に経営者が決めることができる自由だただそれは会社の経営のために新株発行っていうのは経営者に認められているのではないのか会社の経営、えー、会社の経営に必要なお金を集めると。 ということのために、経営者に新株発行を自由にするということが認められているんではないのか、必要なお金を集める、例えばね、えー、ほんのこの前、えー、第一生命保険株式会社が新株発行しました、そこで集めたお金は、えー、2500億円。 えー、新たにね、えー、必要な行為をするために今のお金では足りないということで新しく株式を発行して、えー、広く皆さんから、まあ、お金を集めるわけですねその代わりもちろん株式発行するそこで集めた金がお金が2500億円というわけです、まあ、そうしたあ新株発行経営に必要ならそれはいいけども なななかなか出てこないです、ねえー、自分の地位の安泰のための新株発行というのは許されるのか自分の保身のため。 自分の地位を安泰にするため今括弧で支配権維持目的と書いてありますえ支配権という権利はないんですけどまあ日常用語的に支配権と言っていますえ支配権維持目的という言葉もまあこの後出てきますけれども自分の地位の安泰のために進化を発行することが許されるんだろうかとそういう問題が出てくるわけです さて次にこれがまあ会社法のどういう条文の話になるのか、レジュメにはまあ条文を挙げてあります。会社法の第210条という条文をそこに書いてありますけれども、ちょっと長いけど読んでみましょうか、え。ー こういいういを読むとときはメガネ外さないといけなけ次に掲げる場合において株主が不利益を受ける恐れがあるときは株主は株式会社に対し第199条第1項の募集に係る株式の発行または自己株式の処分をやめることを請求することができるとあります。 そして最初にあった次に掲げる場合というのが第1号と第2号に書いてあるんですけれども今回ここは第1号は関係ありません第2号当該株式の発行または自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合というのがあります えー、ここでは210条の、まあ、これは柱書きっていうんですけど210条の柱書きと第2号が問題になります、えー、簡単に言うとこのスクリーンに映っていますけれども、えー、株式の発行新株発行が著しく不公正な方法により行われてそしてそれによって株主が不利益を受ける恐れがあるとき その株主はしですそこで、えー、さっきのね出てきた事例や何かの場合に、えー、これが、えー、認められるのかどうかそして裁判官はどこに目をつけてそれを判断するのかということが問題になってくるというわけです。 えー、さっきの事例で言いますと、おーこの42%のね、えー、この人がいた、そして、えー、この事件では、あ株式会社、日本放送があ、フジテレビに対して、えー、大量の新株発行と書いてあります、これは本当のところは新株発行じゃなくて、新株予約券の発行なんですけれども、もう今日はもう新株発行にしちゃいます、えー、大量の新株発行をしようとした。 もしそれが実現すると42%の株主は17%の株主になっちゃう逆に36%のフジテレビは59%の株主になることができるもう大逆転です大逆転これはあちら側のね、えー、株主にとってはもちろん面白くないこれだけ比率が下がるっていうのは株主に不利益を受ける わけですから、えー、先ほどの条文の一つの要件は満たしている、えー、やめろとこう請求した株主が不利益を受ける恐れというのはもうこれはこの本件ではまあ明らかなわけですね、えー、だから問題はもう一つの要件の方著しく不公正な方法と いううののに当たるかかどうか裁判所は著しく不公正な方法というのをどういうふうに判断するのかそしてそれが、まあ、実は法のルールの発展ですから、えー、どういうふうに移ってきたのかということを、まあ、お話をしたいわけです。 えー、ちなみに、えー、このケースで,です、ねえーまあっち側の差し止め請求をした株主は、えーまあ、当時の株式の、ね、価格で換算すると日本放送に対して758億円出資をしていたという計算です。えー、こちら側のフジテレビは650円出資をしていた 出資をした額が変わるわけではありませんけれどもまた大量のね株式が発行されたので比率は大いに下がるというケースですさてそこでこういう請求に対して裁判所はどういう判断の仕方をするのかそれは著しく不公正な方法に当たるのかどうか裁判官はどこに目をつけてそれを判断するのかと。 といいいう話に入っていきたいと思います、えー、レジュメは4番、著しく不公正な方法とは、レジュメは裏側に移ってください。えー、さて、えー、こうした問題はあ、まあ、昔からありました。 えー、昔からあった中で、えーまあ、裁判所も、まあ、あのいくつかの裁判例が、ねえー、出てくる中で、えーまあ、一定の判断基準判断の仕方というのを、まあ、蓄積してきました当初は、まあ、これ昭和40年代ぐらいの話で、まあ、皆さん全然影も形もない、えー、時代の話ですけどもその頃 えまず、著しく不公正な方法とは、新株発行が著しく不当な目的を達成するための手段として行われる場合をいうというふうに、まず判断して、これは実は今でも引き続き、この点については継続して判断されています、著しく不当な目的を達成するための手段として行われる場合だと。そして えー、さらに新株発行を行う種々の動機のうち不当な目的を達成するという動機が他の動機よりも優越しそれが主要な主観的要素であると認められる場合というふうにまあ判断した、えー、昭和40年代からまあ昭和の時代はあこの判断基準で、えー、いくつかの裁判 書は判断をししてきましたこれをちょっと図にしてみると、えー、レジュメだとその右側に書いてありますけども、おこういうふうになる。えーまあ、新株発行の目的がいろいろある、これは、まあ、いろいろあっても構わない、えー、一つである必要はありませんが、不当な目的とそうでない目的というのに一応分けられるだろうと。そして えー、不当な目的の方が主要な目的と言える場合にはそれは著しく不公正な方法によるものだというふうに考える著しく不公正な方法という場合には、えー、差し止めが認められる差し止めが認められるっていうのはさっきのケースで言うとあのね一番向こうの赤い顔の株主の方が裁判ではいわば勝つと。 こういうことですえー、ところが今度これは平成元年平成元年にこのルールをに少し修正を加える判断基準ができました、えー、これを「主要目的ルール2」とこういうふうに今日は読んでおきます。 主要目的ルール2というのはどういうルールか判断基準かとまず最初の部分これは先と同じです新株発行が著しく不当な目的を達成するための手段として行われる場合を言うんだとさらに続けて新株発行が現経営者の支配権維持 自分の地位を安泰にする目的だということを主要な目的としている時は不公正発行にあたると差し止められるとこれも実は、えー、さっきの主要目的ルール1と同じなんですね、えー、さっきの主観的な動機、まあ、動機と目的ということを細かく言えば、えー、そこは研究の対象になるんですがもう今日はそこは置いといて。 さっきの主要目的ルール1の2番目の判断基準の2番目に書いたことそれがここの2番目にあたるただ表現が少し緻密になった現経営者の支配権維持という表現を用いて自分の地位を安泰にするだけのすることを主要な目的としているときは差し止め自由にあたりますよと。 いうふうふに言ったこれが新しいことの一つなんですけどもう一つあるさらに続けてまた新株発行の主要な目的がそこにあるとは言えない場合であっても支配権維持が主要でなくてもその新株発行を正当化させるだけの合理的な理由がない限り不公正発行にあたる支配権維持を主要な目的としていなくても 差し止めめがが認められるる場合があると言ったんですこれを図にしてみるとえこれが主要目的ルール1の図でしたけども主要目的ルール2はえここの部分をまあ支配権維持目的だとまあえ表現したえここの部分は今でも用いられ続けていますただ もう一つ、えー、ここですね、えー、主要な目的が支配権維持でない、その他の目的というところに含まれていても、発行、新株発行に合理的な理由がないという場合には、やはり差し止め自由になるんだということを判して、つまり差し止められる場合を増やしたと、拡大したと。 いう、まあ、修正を加えたわけです、えー、なんでこの部分を付加付け加えたのか、えー、この部分ですねおそらく当時のお有力な学説の影響があったんだろうとお、まあ、僕は思いますけれどもえー こんな問題が、ねえー、まあいく何件か裁判所をにぎわしているので、えー、学会でもまあ議論の的になるそうした中で、まあ、ある有力な学説が、えー、まあこうした合理的理由がないこれを問題とすべきだということをまあ言っていたその有力な学説のまあ基本的な認識というのはさっきの事例に出てきたような 株主間で争いが起こっているような時は現経営者つまり株主から選ばれる立場に過ぎない人たちというのは中立であれと手を出すなと基本的には黙って見守れというわけですだからそこに手を出して新株発行をして株主の勢力関係を変えるというんなら合理的な理由がある場合に限るよと いうふうふな、まあ、見解をまあ述べられていた、えー、主要目的ルール2というのは、えー、こうした学説の影響を受けて、えー、出てきたんだと思いますが、えー、これはよく考えると理屈としてはあまりいいことにはならないと、まあ、僕は思う。 実は学説はですねだけど裁判所は主要目的ルールの1にプラスしてあれを言っちゃったんですねそうすると理屈としてはあの任の,の新しく加えられたとこだけで説明つくのに元の1支配権維持目的の場合とそれから合理的理由なしの場合と並べちゃったもんだから 理屈はどうもあんまりきれいな理屈ではないというふうに私自身は思っているんですけれども裁判所の方も実はこの主要目的ルール2というのはその後取られることはありませんでしたその後の,判あの裁判所の判断でこの主要目的ルール2は採用しませんと はっきり言ったああの裁判も裁判あの決定なんですけど、まあ、決定文もあります、えー、いろんな問題があって、えー、学説が影響をもたらしたんだけどもまあ私なりに言えば少しそのあの学説の取り入れ方が不十分だったのではないか学説自体は巧妙な、えーね、筋の通った見解だとは思うけれども どうも裁判所のその取り入れ方があまりうまくなかったんじゃないかというふうに思われるそこで、えー、じゃあこの主要目的ルール2がせっかく出てきたけどこれが取られなかったということは裁判所はどういうふうに判断することになったのか、えー、主要目的ルールの33は次のようなものですまずこれは先から出ている 新株発行が著しく不当な目的を達成するための手段として行われる場合を言うんだと。そして、新、え、株、ー、発行が現経営者の支配権維持を主要な目的としているときは不公正発行に当たる。さっき出てきたやつ。主要目的ルール3というのはここでおしまいです。つまり、元に戻った。 まあ厳密に言えば元に戻ったっていう言い方もしてはいけないかも分かんないけどまあ本日はざっくり言うと要するに主要目的ルール3というのは主要目的ルール1を表現的にまあ少し緻密にしたそれはまあ主要目的ルール2が支配権維持目的というえ言葉を作ってえいたんですけどもまあそこは受け継いだけども全体としては。 主要目的的ルルール2の特徴的なところですねさっき学説の影響を受けたあの部分は取らなかった、えー、図にしてみるとこういう形ですよね同じで、えー、1の主要目的ルール1と同じですただまあ支配権維持目的という言葉がまあ使われる。 さて、えー、こうした判断基準が、まあ、多くの裁判所で使われて、えー、確立した判断基準にな,るなっていってたわけですけれどもおここでさっきのフジテレビの事件が起こりました平成17年、えー、それに対して裁判所はどう言ったのかそれが主要目的ルール4という部分ですまず最初は同じ。 えー、著しく不当な目的を達成するための手段として行われる場合をいうそして、えー、もうここ赤字じゃなくなりましたけど先と同じ3と同じ、えー、現経営者の支配権維持を主要な目的としている時は不公正発行にあたるここまでは主要目的ルール3主要目的ルール4はそれにプラスして最も 主要支配権維持を主要な目的としている時でも不公正発行に当たらない場合もあるとヨタ。株主全体の利益の保護という観点から新株発行を正当化する特段の事情がある場合にはまあ特段の事情というのは裁判所はよく使うんですけども正当化する事情がある場合には例外的に差し止め自由にならない。 この株主全体の利益の保護ということを受けて学説なんかでは企業,価値企業価値の維持のために必要な場合には新株発行を正当化する特段の事情があるというふうに考えていると言っていいでしょう。 えー、そうだとするとここでは企業価値の維持企業価値を高めるのかそれとも企業価値を損なうのかという裁判官の目の付けどころが新しく出てきたということです。かつては現経営者が自分の地位を安泰にしようとしてるのかどうかということでそこに目をつけて判断していた。 まあ少なくとも表現上はそ,うだったそれに加えて今度はそのね行為が企業価値を高めるのかそれとも損なうのかそうした目の付けどころも加えていこうというえ判断基準がまあ形成されたということですえ図にしてみるとこれが主要目的ルールのまあ3ですねさっきのこれにプラスして えー、ここですね、えー、支配権維持目的なんだけどその中にも白い部分、えー、色がかかってない部分は、えーしえーとえー、差し止められるってことですけど白い部分は差し止められないっていうことですけど企業価値を維持するために必要だって という場合は支配権維持目的が主要な目的であっても差し止め自由にならないというえ判断をしたってことですこれはえちょうどあのレジュメの裏の方のねまあ今ご覧になっていると思いますがえ図を見比べて主要目的ルールの2と4をちょうどまあ横にあるので見比べてもらうと 真逆の結論になってるんですね差し止められる場合を増やしたっていうのが主要目的ルールの2減ら,減らされているのが主要目的ルールの4真ん中に主要ルル目的ルールのまあ3があるまあこういうふうにたい移り変わってきているわけですけれどもじゃあこのなんでねこの主要目的ルール4の新しい部分が増えたのか。 いろんな原因があると思いますが「えー、いい乗っ取り」「悪い乗っ取り」と今書きました「乗っ取り」という言葉はあんまりいい語感じゃないので「いい乗っ取り」っていうのはおかしくも聞こえるかもわからないけどまあわかりやすいかなと思って、まあ、今日はこれ書いたんですが、えー、最近は乗っ取りって何て言いますか「乗、まあ、っ取り」っていうのはあれです企業買収ですね「M&A、えー」M A、と言ったりする。 いい企業買収と悪い企業買収があるじゃないかと、これはまあ昔からなんとなくは思われてたと思うんですけど、これ、このことを表に出して議論しましょうという時代になってきたわけです。いい企業買収っていうのは、今の経営がどうも無駄な経営をしてると、お金の使い方があまりよくないと、経営者が変わった方がいい経営をしてくれるんじゃないかと。 それはまあいい乗っ取りと言ってもいいし、いい企業買収でもいい。そういうものもあるじゃないか、逆に、全然もうそんなね、真面目に経営する気もないけど、金だけはあるから、たくさんの株式を買い占めて乗っ取ろうとしてると、極端に言えばですよ、さっきの人がそれだったというわけじゃないよ、そういう乗っ取りもある、企業買収もあるじゃないかと。 そういうことを正面から見据えて議論の訴状に乗せてそして判断基準を形成していこうじゃないかという時代になってきた。 これはまあアメリカなんかでのいろんな経験を踏まえてですね日本の学会でいろんな議論があったりそれから日本でものいろんなね企業再編、事業再編でこうした企業買収事例がたくさんあったりしてでそこで生み出されたことがまあこういうふうな形でまあ結実するわけです。 そこでさっきの事例、この事例ではで、さっきの主要目的ルール4というのを使ったわけですけど、この事例ではどうなったかというと、差し止められたというわけです。さっきの支配権維持目的があると、そしてまた、企業価値を損なうような企業買収ではないと。 その,あの人がですよ、えー、そこまで企業価値を損なうと、まあ、フジテレビの側は言ったけどもそこまでのお確たる証拠はないと,ということで、えー、差し止められたということになると、まあ、この人喜んだということになるわけですさて、えー、そこで主要目的ルールをお,おさらいしてみましょう、えー、まずはあ1のルールがあった。 そして2に移り変わったんだけど、そこでは、経営者は中立されという学説の影響がありました、その後だけど、主要目的ルール2というのは取られず、1がまあ精緻な形で残った、支配権維持目的なら、罰というのは差し止められますよということですけど、その後良いい企業買収、悪い企業買収とこういうことをもっと表に出して議論しようよと。 こういうことになって今の主要目的ルール4というのに移り変わってきたというふうに言えるでしょうさて今話をしてなかったんですが今年会社法はこの点に関して一部改正がありましたそれは特定の場合ある場合には新株発行をするかどうかを株主総会で決めましょうと。 今までは経営者限りでできていたものを株主総会で決めましょうということになりました。それはおそらくこのね学説経営者は中立されという発想が今までこう生き残ってきていて結実したということも言えるんじゃないか。もちろんそれ以外の場合は主要目的ルール4今のところはそれが通用すると。 ということですもちろん主要目的ルール4がまた今度主要目的ルール5というふうに移り変わっていくかも分かりません。さてそれではまとめに入りましょう、えー。条文は同じなのにルールは変わっていくということはどういうことか。 つまり法律学の勉強というのは、えー、条文を覚えればいいということでないことはもうお分かりになったと思います。えー、条文を覚えることではなくて、えー、今の社会を分析してそして条文と見比べてその条文が今の世の中でどういうルールを示している,いいるのかということを、えー、考えていく勉強だ。 とということですね社会が変わればあールールも変わる条文は変わりませんから、えー、条文の言葉から全然はみ出したことをルールを作ってもそれはダメですだけどその、ね、許,され許される枠の中で今の社会っていうのはどういうルールが望ましいのかということを考えていくそれがまあ法律学の勉強のまあ一つの勉強だと。 そして、その結果として、さっき見たように条文を変えていく、条文が変えられていくということにもつながっていくし、それがまた新しいルールを生み出すということになるんですね。条文というのは、まあ、今まで見てきましたように、国会議員が急に言い出して作られたりするものではありません。何年にもわたってですね、裁判所や学会やいろんな意見がある。 それから意識してないかもしれないけど事件の当事者とかあるいは弁護士さんたちの言い分なんかについても批判やあるいは賛同というふうな議論が行われてでそうしたものが蓄積された結果変わっていくということなんですね。つまり、まあ、多くの人たちが今の社会ではどういうルールが望ましいかということについて知恵を出し合う。 知恵を出し合ったあその結果として新しいルールが形成されたり引いてはまた条文が変わったりしていく大学の法学部というのもそういう場所の一つなわけです、えー、お話ししてきましたが、えー、来年とか、えー、再来年またあのこの場所でですね、えー、お会いできることをお願っております えー、この後はあとはもう相談コーナーぐらいしか残っていないかも分かりませんけどもおぜひ中央大学よく見ていってください、えー、ちなみにこの写真はあ多摩キャンパスのどこかにあります、えーまあ、ご覧になった人もいるでしょうけども法と正義の女神、えー、ギリシャ神話の法と正義の女神、えー、テミス、えー、テニスじゃなくてテミスの像です 良、えー、かったらどこにあるのか、えー、探して、えー、帰ってほしいと思います、えー、では、えー、またあのお会いしたいと思います、えー、ご清聴ありがとうございました 浦先生、ありがとうございました。